マンイーター、前回の追加でプレイしていきましょう。さて、姿が変わってるんですけど、一応ね、これ全部ボーン装備にできたんで、一回フル装備、ちょっとね、ここだけ、まだ育てきれてないんだけど、一応ボーン装備で揃えてみました。いかついな。よし。久しぶりだな、これ。で、マッコウクジラに喧嘩売って死にかけたんで、どうしようかなって感じなんだ。やばいやばいやばい、逃げよう、今は無理だ。ちょ、いやきついな。41だもんな。でいろいろ回収しながら行こうか。とりあえずあれ行ってみよう。ちょ、密閉を食べて解放させてくれ。よし、ういで、この先か。これはヨットの地、ターゲット破壊だって。それぐらいだったらね。ちょっとまだ食い足りん。よし、どこだ、ヨットの地。まだもうちょっと先か。向こうもなんかあんな。人だったら結構いるんだけどな。よし。 In the kill or be killed world of the sea, performance enhancing mutagens provide benefits that could be the difference between life and death.お、で、この先か。Goaded by lusty appetites, the shark's sole aim is to eat and evolve. 早いな。いや、ヨット。なんか、いろいろ違う。The US is number two behind Australia in terms of shark attacks on boats. よいしょ。24-carat gold fixtures, two discos, circular staircases, and a mosaic swimming pool. The Chatelaine is still only Port Clovis's second most ostentatious yacht. 向こうもなんかあんな。シュモクザメを10匹。もうシュモクザメが完全な雑魚扱いになってんだけど。結構買った。うわ、あいつがいる。Food every day, which here in the Gulf mostly consists of hammerhead sharks. これだけ回収させてもらうね、シモクザメくん。Over the course of a bull shark's life, it will ingest quite a broad assortment of flotsam and jetsam. あそこか、人間語に。人間を5人捕食する。あ、普通にダイバーだ。よいしょ。やっぱ電気の方が強いのかな。 University sends their students out here every summer to study to read. そんな気はするな。
Guess we all got different ideas about summer fun, yeah? あとこの辺か、ハンマーホラー。うわ、オルカ狩りか。クジラちょっと借りに行くか。ちょっとどうなるかわからんけどな。そういった電気の方に戻したい気持ちもあるんだけどな。今回はこれで行きたい。ちょっといろいろ見れるもんは見ていきたいよね。やっぱいたよ。っていうか普通のクジラがいくつだっけ？45レベルか。1500 people died during its maiden voyage. オクラが35。よし。これ大きいからさ、この先方がいけるんだ。やった。ちょっと、オクラで囲むな。クジラ。やっぱ電気の方が何かと相手の止められてくれるから強いな。くそ、僕らごときがネバネバしやがって。あれ、お魚フードじゃなかったっけ。こんなきついことある。ちょっと変えようか。電気使えるとこも電気にしよう。これいけるな。そうだな、頭と尻尾以外はもう全部電気になんのか。いやでもこれ以上なでかくなりようがないもんな。こんなことになってたんだ。よし、そう全員に当たるからさ、他人数戦でもこれめっちゃ向けんだ。強いよ、やっぱ電気。人数戦っていうのがいいんじゃないか。多動戦。めっちゃ強い。電気だわ、時代は。ただ、それでもな、柱がきついかもしれんな。こいつは雑魚だからさ、こんだけ一
切れるけど。ほら、こんだけ飛ばしてくるもん。こいつに一回喧嘩売ろう。このさ、あ、でもこれそうだもんね、レベル自体は到達してるのか。そうなってくるとなんでこんなにもてあそばれてんだ。よしよし、よしよし。いや、これ飛ばしてくるというか一番怖いよ。よしよし。ああ、たまにこうやって飛んでいくのが厄介だね。このオクラも意味ないんだから、あの前哨戦ってことで飛んで、マジか。よし、もうちょっとだな。よし、あいつを倒すしかないな。なんとか一対多でも勝てるぐらいだからな。こいつぐらいは、オクラぐらいはいけると思うんだから。よし、さえすれば。あれ、どこ行った？いた。よしよし。あともうちょい。ちょっと。よし。でもこれ以上。電気、オール電化で行きたいな。で、しようとすると、人間をもっと襲ってレベルを上げないといけないのか。レベルじゃないのか。だんだんその、人間よりもさ、こいつら、その、海洋生物の相手が一番しんどくなってくる。オッケー、よし、来たな。ハンター結構来るな。もうこれは怪獣映画だね。よし、
全然もう、はい、ダメージも入んないし、こっちのダメージはバンバン入るしな。For more than three-fourths of geologic time, the land was uninhabited, without a single destination spa anywhere to be seen. Humans have seen less than 5% of our oceans, which means there's still plenty of treasure out there for everybody.小さな漁船で何とかできると思うなよ。42だもんな、漁船。でも一方的にやられるのみではあんまりレベルが関係ないっていう。よし、ほらどんどん奪えよ。よし、行け。恐ろしいな。なあ、くっそ、オクラ、オクラに邪魔されると思うな。すげえいいとこ持ってったな。これマジで関係ない船だな。マジいい光景だ。よいしょ、僕らが邪魔だ。先に始末してもいいけどな。よいしょ。ん？なんか飛んでった。オクラか。よしよし、よいしょ。もうあとは Port Clovis's communal guard and shark attacks came after experimentation with animal sacrifices to the shark god, Dr. Wanda. Same, same, same. Same, same. Same,逃げるか。もうちょっとなんだけどな。よいしょ。As the terrain of the Gulf Coast is relatively flat, even a small rise in sea levels will trigger an immense loss of land. よし。こいつはどこ？あんま回復しないな。もうちょっと。Sure, we could avoid catastrophic risks for future generations, but then we couldn't have 4x4
pickups with 5.7 liter V8 engines. あれハンターか。あ、くそ。ハンターでも何でもいい。壊せろ。Along Blanchard County's 78-mile coastline, there are 35 miles only 6 of which aren't owned by resorts, individuals, or homeowners associations. もうちょっと。あとは食うだけ。ダイブはもう食っとこう。ほい。もう一席ぐらいかな。あ、来た。よし、来た。黒い逆光が。いや、ちょっと待って待って待って、どこだ。これか。このヨットはさて潰そう。あ、ママ死んだんじゃない？死んだいな。まだいるか。もう終わるなこれ。はい、ウォリー。あ、停電だ。increased aerial surveillance confidence amongst tourists and locals alike is far from buoyant。 よし、ごちそうさま。しょぼい人間と変わんないんだよね、その経験自体は。しょぼい人間だな、どちらの立場には。あ、これだけ回収しとこうか。で、テールちょっと変えに行こう。変えるとどうなるのか。何か怖い。いや、その普通の顔だけだといいんだけどさ、ガスマスクがあるのが一番よくわからん。とりあえず深くまで潜ってファストトラベルできるまでちょっと落ち着くか。もしくはもうそのままファストトラベルせずに帰ってもいいけど。でもやっぱ電気強いね。でもあ、こんだけ電気使ってたらさ、その電気を通さないような装備に変えられたりとかしないのかな。ゴム装備の船みたいな。発生された戦争。ポルトヴェスは長年の人気のダンピンググラウンドとの軍隊、ティッピング費用。よし、とりあえず戻ってみようか。A quiet space is the ideal stage for the shark to meditate and harness her pure potential. やっぱ青色かっこいいな。あ、もう無理か。中途半端な感じだな。あと1個なんだけどな。はい、ということで、じゃ次回はこの姿でもっともっと人間襲っていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。